プロ野球オリックスは14日、育成選手の富山遼賀投手と、ムクノキ連投手を支配下選手として登録することを発表しました。 画像入団時のオリックス、ムクノキ連投手、富山投手は2018年、ドラフト4位で入団すると中継ぎとして活躍し、2021年には51試合の登板で2勝1敗20ホールドを記録し防御率は2.72をマークしました。2022年、トミー・ジョン手術を受け同年のオフシーズンに育成選手となりましたが、今回2年ぶりに支配下選手へ戻りました。 背番号は28となっています。ムクノキ投手は2021年ドラフト1位で入団するとルーキーシーズンで4試合先発し2勝1敗で防御率1.02をマーク。しかしその年に右肘の手術で育成契約となり、今季のキャンプを経て支配下登録となりました。背番号は15となっています。球団を通じて富山投手は、 嬉しい気持ちでいっぱいです。監督、コーチ、トレーナーさんをはじめ、協力いただいた球団関係者の皆さんに本当に感謝しています。そのご恩に報いるためにも、結果を出していきたいと思います。これからもバリバリ頑張っていきます。とコメント、ムクノキ投手は、まずは一年半の間、月ききりでリハビリや治療、 キャッチボールなどの練習の相手もしていただいたトレーナーの方々に感謝したいです。一軍で活躍したいという気持ちは誰よりも強いので、100%の自分の姿を見せていきたいと思います。とコメントしました。